訴えたいのは2つ。皆さんが生活が良くなったと実感してもらえる政治、それを実現していきたい。そしてもう一つはですね、若い方々がですね、ワクワクするような社会を作っていきたい。日本維新の会の新人、梶野浩介候補は神奈川県出身で元海運会社の社員。党の公募に応じて去年10月に擁立され、今回初めての国政挑戦です。この民間の感覚、働く方々の目線、生活者の目線、そういう立場でこの政治を変えていきたい。公約には消費税減税や社会保険料の圧縮などで現役世代の手取り収入を増やすことなどを掲げます。ありがとうございます。すみません、頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。愛媛にやってきて1年足らずの上に慣れない選挙戦ですが、住居を構えた代表殿の今治市を中心に各地を精力的に回りながら準備を進めてきたといいます。頑張ります。そんな梶野候補のもとに選挙サンデーのおととい、馬場代表が応援に訪れエールを送りました。私たち維新の会は、そして梶野さんは、すべての国民が夢や希望を持ってワクワクドキドキできるような、そういう愛媛、今治を作らせていただきたいんです。本日は私、梶野候補、ありがとうございます。お手を振っていただいてありがとうございます。お手を振っていただいてありがとうございます。梶野浩介でございます。お手を振っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お母さんありがとうございます。お母さんありがとうございます。お母さんありがとうございます。頑張ります。ありがとう、頑張ります。行く先々の声援にも励まされながら選挙戦を駆け抜けます。自民党のトップが変わっても政治は変わりません。政権交代が最大の政治改革です。その政治改革をここ愛媛2区から始めるために全身全霊で戦いますので。立憲民主党の前職、白石陽一候補。前回は比例復活だったため、4期目を目指す今回は小選挙区での雪辱を期しています。今日は今治の皆様のところに、この企業団体献金の禁止と政策活動費の禁止、これを次の国会必ず野党の人数を増やし、そしてできれば政権交代まで持っていって。選挙戦では自民党の裏金問題を踏まえ政権交代の必要性を訴える一方、生活の底上げにつながる政策もアピールしています。学校給食の無償化、これを国として全国的に支援するということ、そして私は食料品の消費税をゼロにすると。県内有数の激戦区となっている愛媛2区、公示前から幹部の応援も相次いでいます。白石さんは本当に見事ですよ。この真面目さと一途さと人柄の良さと、これはね、彼は絶対太陽地元の皆様を裏切りませんので。2年前に妻を病気で失った白石候補の選挙を支える娘の香里さん、時には街頭でマイクを握ることもあります。白石陽一は絶対に悪いことずるいことはしないと私娘から約束できるかと思います。亡き妻が願っていたという小選挙区の議席奪還へ家族も後押ししています。おかしいからだというふうに思います。強い逆風であることは間違いありません。ここを這いつくばり、そして皆さん方のために、地方のために全力で国政で頑張ってまいりたい。
こう思っております。必ず期待に応え結果を出してまいります。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。自民党の前職井原拓実候補は参議院議員を一期務めた後、前回の選挙で初当選。2期目を目指す今回、いわゆる裏金問題を受けての党の判断で比例への重複立候補が認められず、背水の陣で臨んでいます。みんなが力を合わせて今治から新しい日本を作るのです。そしてその原動力となるのが井原拓実であります。そんな井原候補のもとには石破総理や地元今治が自慢の村上総務大臣のほか、四国中央市長時代からの盟友中村知事も応援に駆けつけました。現場を知って、そして地域のために身を粉にして愚直に働く井原さんの存在が愛媛県にとってとっても大きなものであるということは、私から皆さんにお伝えをさせていただきたいと思います。3人が駆けつけた決起集会では、井原候補自身も必死に訴えました。市政や町政と県政と国政としっかり手をつなぐ、その要を私井原拓実にさせてほしいと思うんです。井原拓実でございます。一方で去年は初孫が誕生、地方の未来を何とかしたいという思いはより強くなっています。孫たちも本当にこの町でちゃんと学べるのか、そのことをすごく感じて、そのためにはもっと市も町も県も国も真剣にならないとっていう思いはすごく募ってまいりました。